はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。聞き玉様、モールクジジイ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。政治活動資金にさせていただきたいと思います。ツイッターその他でですね、投票してお声掛けを結構いただきました。誠に誠にありがとうございます。結果をドキドキしながら待とうと思います。まあ自分のことではないですけれども、支部長さんたち頑張ってたもんな。地方選も終わったばかりですが、来年6月の都知事選に出よっかなーって思っております。お金がなんとかなればね。メール党員になって、我が党をご支援ください。よろしくお願いします。考え中の公約なんですけれども、都民が都内の店や本社がある企業に払った領収書を区役所に持ってきてくれたら10% の現金を支給する。不正防止のため領収書そのものを提出してもらうので、企業とかお店が経費計上、税金の申告に使ってですね、領収書を7年間保存しておかなければならないっていうのは残念ながら勘弁してもらう。一般の個人の、計上しない、普通の支出ですか、生活に必要なための、スーパーとかね、これ経費計上しないんだったら、家買ったとか、車買ったとかだとでっかいですよ。500万の車買った領収書持ってきてくれたら50万円あげちゃう。これはですね、全国から東京に本社を移動する動きが活発化するんでしょうね。どっからお金持ってくんだっていうのは、経済活発化による税収増、あと人口も増えんじゃねえかな。東京は生活コストが安いとか言って、その代わり店もですね、便乗値上げすっかもしんないですけど、それはそれでお店儲かって、体力つくよね。あとお店から税収もらえるよね。あと企業が、本社が東京に集まってきたら、東京に法人税払うんですから、それで潤いますよね。お釣り食っと思います、はっきり言って。議会が反対してできなかったら解散してやる。じゃあ民意を問うからっつってね。外国人生活保護申請に来た外国人は母国の大使館に連行して困ってるみたいよ。引き渡す。これでだいぶ減ったもんだ。何回来てもそうやって引き渡すと。成果の不透明な委託事業、補助金事業徹底見直し、殲滅、値切りする。あと外国役所に通訳とかお金くちゃなんねえから、外国人は東京都にいる限りは滞在税払え、余計な金かかんだからしゃあねえだろ。ホームページとかも外国語のページ作んの大変なんだよ、金かかんだよっていうことで、月100円とかから始めて際限なく上げていくという。定例記者会見は YouTube でやり、情報独占を許さずに、記者クラブを潰す。存在価値をなくするテレビ新聞を弱らせる。都の施設からテレビを徹底除去する。受信料を節約する。豊島区のですね、施設、例えば区役所内であるとか支所であるとか、男女共同センターとか産業会館とか、そこにね、テレビ、いっぱいありまして、そういうとこは一台一台一契約ですね。で、豊島区の年間受信料合計聞いたんですよ、私一般質問で。約250万円も払ってた。東京都はどのぐらい払ってんのかなって思いますけれども、人口40倍なんで、豊島区が30万人で、東京都が1400万人なんで、50倍近いですね。年間1億円ぐらい払ってるはずなんだよ、 NHK に受信料。もう徹底的にテレビを撤去すると。しっかりと東京都とか他の知事の候補のね、東京に明るい未来をつね、ふわっとした公約なんどいらんと。それって何にも考えてない
証拠ですもんね。まあ、1年後なんでどうなるかわかりませんけども、今から爪に火を灯すようにお金貯めようかな、みたいな。令和大石晃子衆議院議員、国会で審議中の入管法改正案は、難民申請3回以上で強制送還可能、通してはならない法律、強く反対しておりました。一般反応です。不法滞在で即送還、何が悪い。じゃあ令和の資材で養ってやる。文句があるならてめんちで引き取れ。令和は犯罪者擁護党なんですか。まあ不法滞在っていう犯罪ですもんね。3回も申請できるのがダメだろう。なんでこいつらって有権者イコール日本人のために働かないんだろう。アホちゃうか。有権者に投票してもらって初めて議員として、口開けんのに、なんで日本人のために働かないんだろう。合理的じゃないですよね。おかしいっすよね。3回でもお祝って一発アウトを即送還にしろって話。令和は犯罪者擁護と、っていう意見ありましたけども、母体が中核派なんでね、まあ、公安監視対象等ですよ。犯罪者擁護等どころじゃない。犯罪等。犯罪を犯す恐れのある等。革命というね。支持者の属性は、幼稚でバカで、それゆえ不遇っていうやつが、令和、支持してますね。共産党とも丸かぶりなんですけど、第二共産党、ファッション共産党とも呼ばれております。私に、私だけに、と呼ばれております。与党、学術会議の人選に外部の意見を入れる法改正、スルー。学術会議、学問の独立性が、学問の自由が、立憲、相当の抵抗させてもらう。共産、ギャオーン。与党、今国会提出を見送る。パ、大勝利。与党、政府から気になる話、民間独立法人とすることも含め、検討すると。一般判断。それでいいよ。解体で、巨大な公金集中事案だし、いいね。完全民営化してやる。国の機関である必要が全くない。反日活動しながら資金を日本政府にたかる連中。コロナで専門家会議とか役立たずって分かったし、パヨの巣窟になっちゃって機能してないし、独立性が欲しいならなおさら民間にすべき。自分らのおかげで自由に学問を追求してくれ。国を強化できるような研究をですね、軍事利用ガーッつって潰してきた学術会議。船の燃費を著しく良くするバブルジェットをなんつうですね、研究もですね、軍事利用ガーッつって潰してきた。直接怒鳴り込んで。そんなこともありました。無用というより有害なんだよな。まあ、今すぐ退治すべきです。デトックス対象ですね。民営化つうか制度を廃止すべきなんだね。やりたいや勝手にやってろって、自分らで決めて、何もかも決めて、金は一銭も出さねえよっていうのがいいですね。巨大な税金の無駄を仕分けなかった民主党ですね、これ。お仲間なのが丸分かりですよね。相変わらずフォローゼロで、人の意見を聞く気が全くない C 家族。国民すべてが保険証を持ち、保険証1枚で医療を受けられる。皆保険制度が作られて60年。それが根底から失われようとしております。マイナンバーカード一体化に強く反対。一般反応。制度がなくなるわけじゃないですよ。また話をすり替えてる。またひどいデマを。これが高騰の当初か。そんなに知られたくないのが不自然。一体化で便利なのがなんでそんな嫌なんだ。あんたらの指導で保険証詐欺が絶えないからだろう。共産党員が得意とする保険証の使い増しができなくなるから、とですね。シーカゾの表明は 100% ですね。支持者向けであります。つまりパヨ語なので、我々一般人には理解しにくいところがある。共産党員と協力者はですね、マイナンバーカード一体化で顔写真がついちゃうと、使い回しできなくて、病院にかかれない連中が多いんでしょうね、多分。つまり、我々が利用できなくなる、イコール根底から崩れる、なのかな、推測しますけど、なんで私がパヨ語の通訳しなくちゃなんねんだ。C 活動は日本語喋る日本語。東京新聞、自民党の一部議員はなんでテロリストの主張を報じるなって言うの？文句垂れておりました。一般反応。真似するアホが出てくるからだろ。テロを起こせば主張を広めてもらえると思うやつが出るから。山上の犯罪を一理あるみたいに報道するお前らのせいで木村は、
パヨ新聞は模倣犯を出すのが目的だから、テロリストと同じ思考の新聞社とか怖え。江戸時代は直訴は死罪確定だっただろう。それと同じだ。テロリストの主張は封殺しなくちゃダメだ。テロに大義名分を与えるからだ。バカ新聞。とですね。東京新聞は多分こう考えてると思うんだ。ああ、毎日テロが起きればいいな。そんな世の中だったらね、新聞を買うところじゃないっていうことは予想できない低知能と。自分の子や孫も安心して、通学も通勤もできねえだろって。そうなるとは思わないバカ。ああ、バカで幼稚でそれ不義だと、パヨになる法則。左翼は甘いと。私が生きてるうちに、東京新聞の倒産が見たいな。強く強く、思っております。というわけで、選挙の結果が、ドキドキですけれども、まあね、心を沈めて、結果待ちしたいと思います。デトックスジャパン。